北朝鮮のミサイルは精度が高くなってるんですね。どうしたと思います？イランの技術が入ってるからです。そもそもイランのミサイル、シャハブ3っていうのは、北朝鮮のノドン2ミサイルのコピーなんですね。はい、そのミサイルっていうのを、イランで、ロシア、正確なウクライナの技師たちを使って、ミサイル能力を向上させたんですよ。うん、その技術が、北朝鮮には流出してるわけですよね。そうすると日本はイランにずっとお金投入してきたでしょ、うん、結局北朝鮮のミサイルに日本は協力しちゃったわけですよね。一連の流れを見るとですか、ね、ところがそれが今年の1月になってやっぱりストップかかってるわけですよ、うん、民主党政権になってアサデガンの油田もやめたし、うん、1月にイランからの石油もどんどん買うの減らしていくってことにしたし、これはやっぱり非常に大きな変化なんですよね、うん、この辺が今のパレスチナの様子なんか見てるとまた逆に触れて、うん、イランとの関係なんかを強化していくなんて間違えた発想に行くんじゃないかと思って、これが心配ですよね、うん、それからその北朝鮮に関してあともう一つ注意しておかないといけないシグナルがあるんです、はい、これは報道してるのは朝日新聞だけだと思うんだけども、うん、情報は韓国筋で、今回北朝鮮は事前に日本にはミサイルの打ち上げについて通報してきたってことなんです、はい、これは結構重要、うん、じゃあ皆さんミサイルの打ち上げあるいは平和利用だったロケット軍事利用のミサイルを含めたこれが国際法違反かどうか、これ国際法違反ではないんですよ、手続きさえしとけば、うんうん、手続きをして何日の何時頃から打ち上げてこの辺に落とす予定ですと、うん、いうことを国際機関にきちんと通報しとけば国際法上公開使用の自由っていうのがあるんですね、うん、ですから海の公開どっかの国の領海じゃないところに落とす分にはそれはいいんです、うん、ところが北朝鮮に関してはミサイルだけじゃなくミサイル技術を用いた飛翔体、うん、ロケットも含めての打ち上げっていうのは国連安保理の2回の決議によって禁止されてるんですね、はい、国連安保理の決議で禁止されているから北朝鮮だけは例外的にダメなんです。ミサイル撃つことは全般として OK なんです、うん、しかし北朝鮮はその国連決議の中でいやミサイルが禁止されてるんでしょ、これ平和なロケットだから OK なんだよと、それだから日本では通報しておきますとこういうことをやってるわけですが、今までは騙し討ちで黙ってやったのが通報するようになったと日本に、これは北朝鮮流のやり方なんですけども日本との関係改善したいですよっていうシグナルなんですね、はい、これはこれで読んどいた方がいいと思う。それはもちろん外交レベルでは話になってるんですよね。いや、ところがそれよく分かってないと思うんですよね。日朝間の会議とか、まあ、日朝間の会議だからやめちゃったわけですね。やめちゃいましたよね。そういうことをやってるときは会議は続けといた方がいいんですよ。うん、お前たちのやってることには文句あるけども会議は続けて話のルートを残しておこうと、こうしないといけないんですよ。はい。